北陸新幹線の金沢敦賀間が今日延伸開業しました。これで県内すべての区間で開業となり、観光やビジネスなどによる来県客の増加が期待されます。バス進行。一番列車が金沢駅を出発しました。金沢開業から9年、北陸新幹線は名実ともに北陸3県をつなぎ、新たな未来に向かって走り出しました。午前6時に延伸区間の一番列車剣1号が金沢駅を出発しました。2015年に長野金沢間が開業した北陸新幹線は、金沢駅と敦賀駅の間のおよそ125キロの区間が新たに開業します。何目的で行くんですか？これに乗るためだけです。敦賀まで行ったらもう大阪までも見えてきますし、もうやっぱりこれだけ地元も盛り上がってるんで、もうちょっとその景色を今日は存分に見たいなと思ってます。すごい早かったし、かっこよかった。県内では小松駅と加賀温泉駅が新たに新幹線の停車駅となり、今日はすべての駅で出発式などが行われました。東京駅と小松駅の間の所要時間は最短で2時間40分となります。本当に万感の思いというのはこのことだな。この南加賀の地域、小松からですね、特に経済をですね、しっかりと盛り上げていくことで、石川の復興のためにですね、取り組んでいきたい。県内全線開業により観光やビジネスの利用客が増えることが見込まれ、県内に大きな経済効果をもたらすことが期待されています。とってもかっこよくて、ちゃんと写真撮れるかなって緊張したけれど、ちゃんと撮れてよかったです。石川県民の本当昔からの悲願といいますか、夢だったので、本当に今日無事に迎えられて、まずはほっとしてます。なお、これまで県内から特急で行くことができた大阪や名古屋方面へは、敦賀駅での乗り換えが必要になります。